はい皆さんこんにちは非常識な経営コンサルタント高橋貴子です、えー、本日のテーマは「マジックアワー 2023in 長崎いつでもどこでも最高のパフォーマンスを」というテーマでお話をしてみたいと思います、えー、と今日の動画はですねどちらかというといつものようなあのノウハウとかメンタルマインドブロックとかいうそういう領域の動画ではなくってライブツアーの長崎 を開催して、まあそこに至るまでに私がどういうことを考えて、で当日どういうことを行ったかっていう、まあ,あのドラマがいろいろあるんですよ。<laughs> 毎回なんですけどね。はい。それをちょっと裏話的にお話をするっていうコラボに近い内容になりますので、まあ、よかったらね、そんな内容だったんだっていうのを、あのー、一緒にね、あの聞いていただけるといいかなっていうふうに思ってます。 えまずです、ねあのー、マジックアワーって何なのっていう話があると思うんでちょっとここで、ね、あの画面共有して共有させていただきたいんですけどマジックアワーというのはです、ねまあ、こうこういうあのこれランディングページと呼ばれる申し込みページなんですが、えー、と2022から私が始めた私の出版記念ライブセミナーの時のテーマがマジックアワーという名前なんです。 だから去年だとマジックアワー2022今年だとマジックアワー2023ていう形になっているんですねでそのマジックアワーの2023ていうのが、まあ、そもそもマジックアワーは何なんだっていうのが、まあ、時の魔法使いにっていうことでマジックアワーという名前をつけてるんですよで、えー、と出版記念サックスライブツアーで、えー、と出版記念とサックスライブがセットになっている大掛か,かりなやつをマジックアワーっていう名前でやってます。 あの小規模なちっちゃいタイプのものとかで大掛かりに会場を使って人いっぱい呼んでっていうのは多分、年に2回か3回ぐらいなんですけど、まあ、そのシリーズがマジックアワーになってますでもミラクルタイムって書いてありますよね、これ、まあ、あの去年の宮崎の写真なんですけれどもで、えー、っと今回、ですね、まあえー、っと去年のうちに6冊目と7冊目の出版が決まっています。 で、え、上半期と下半期ですね、7月と11月発売っていうのが去年のうちに決まってます。で、今年は、えっと、感情、しょ。こちらの、感情価格術って、これが7月に発売になって、感情営業術というのが11月に発売になる予定なんですね。で、去年のうちに出版が決まってるということは、ライブツアーもこれ、この日程は去年のうちに出してます。 7月6日、10月7日、12月4日ということで、これ毎年なんですけどね。3カ所だと、まあ大体後半に主に続いていて、2カ所だと中間と最後かな、みたいな形になる予定で。まあ、あの、私の趣味と仕事がくっついたライブツアーなんですけどね。今年はたまたま、 あの、港町さんと物語ってなんか名前つけるとかっこいいんですけど、撮ってたのを気がついたら港町ばっかりだったっていうのが後で分かったっていう、そういう名前になってます。で、ミニセミナーと食事と音楽がくっついて、その場を空気感をもちろん楽しむとともに、 ああ、その、来てくださってる人たちと仲良くなってほしいっていう、そういう意味もあって、普通の出版記念セミナーだと当然ですけど、セミナーがメインなんですけど、私の場合にはセミナーほんのちょこっとしか喋しりません。<laughs> あの、主にライブです。はい。私がやりたいからやるっていうところでね。はい。皆さんに来ていただいてます。でそもそもじゃあマジックアワーって何なのっていう話なんですけど、マジックアワーっていうのは、 日没と日の出前にですねこうこういうグラデーションになっているような空って見たことないですか必ずいつでもっていうわけじゃなくて珍しくあの条件が整った時しかこういう綺麗なグラデーション見えないんですけどほんの10分ぐらいです幻想的な時間をマジックアワーって言って写真の人たちではこの時間にマジックアワーの写真撮るとどんな人が撮ってもうまく撮れるっていうそういう素敵な時間っていうのもあってマジックアワーっていうね。 あの言葉があるんですけど、で私としてはこのマジックアワーをセミナーのテーマに見立てて、私のそのパーティーに来ると奇跡の時間になって、皆さんが翌日から素晴らしく変わっていくことができたらいいなっていうそういう願いを込めてね、マジックアワーをやっています。で去年のねマジックアワー特に名古屋がすごかったんですけど、もともと台風直撃の日程というか台風が来ちゃった 日程だったんですよ。組んでたのは7月6日で私の誕生日なんですけど、誕生日出版誕生日ライブっていうのをもう2年やってて、来年もやりたいなと思ってるんですが、その時に台風が進路が変わったんですよ。進路変わったし消滅したんです、台風が。それでもやっぱり台風の雨の,のごり名残りが残ってて、マジックアワーその19時9分だったか11分だったか、それぐらいの時間屋上で見るのは無理って言って、雨がね、 20分までで降ってたんですよだけど上がってちゃんと空が一応こう赤い色になってっていうちょっとグラデーションチックなものが見えたっていう奇跡の瞬間だったんで名古屋はもうまさに奇跡な時間だったっていうところでこれはまた皆さんにね伝説を残したものだったんですでこれを一緒に皆さんと味わっていただきたいなということで、まあ、今年はまず6冊目 が、えっ、ー、と、感情価格術。まだ表紙決まってないですけど、7冊目、感情影響術ということになりまして、今回3都市、えー、指定しました。長崎、終了しました。今からお話しするのは長崎のお話ですで。残ってるが神戸と横浜。横浜は、えっ、ー、と、今、この動画を撮ってる時点で満席になってるので、残りは神戸だけになります。で、これは毎年毎年ですね、 あの1冊目、2冊目っていうことでずーっとずーっとず,ーっ,とずーっと毎年やってる、はいる感じでねいつもやらせてもらってるんですがちょっと私のパーティーの場合特徴的なセミナールームではなくなんだか面白い会場をやりたいって使ってやりたいって言って今年は長崎はチャペルを演奏皆さんがチャペルの演奏を喜ぶのでチャペル演奏ご飯ご飯会場ですね。で 長崎はそんな感じで、神戸はキャバレーを一等会場、今でも普通に営業しているキャバレーですね。そちらの昭和な匂いがするキャバレーを貸し切って演奏する。で横浜は去年私がコロナで本人不在でやった、えっ、ー、と、これですね。ここに私いますけれども。で、これのリベンジ、同じ会場を去年からもう取ってます。今年は行くと、やると。 去年やろうとしてできなかったことを今年やりたいしさらにそれをパワーアップしたのをやりたいのが横浜で横浜は今満席になっています。はい、今年はあと神戸だけですね。でその長崎が終わったので、まあ、そのご報告をしようと思っているのが、まあ、こちらの、ねあのー、動画なんですよ。でマジックアワーは長崎ね会場、まあ、これねチャペルで実際に演奏している 様子、あの、あるんで、よかったらね、見てほしいんですけど、まあ、そもそもなんでここにしたんだっていうね、話とかありますけれども、会場詳細で見ると、長崎はもう終わったやつだから、下の方に行ってみるのかなはい、これか。あ、これでいいのか。はい、あの、チャペルがあるんです。で、ガーデン テラス、長崎って、宮崎が去年だったんで、そこの、あの、設計が、熊健吾さんが設計していて、とてもスタイリッシュで美しいですよ、建物も。すごく、綺麗なんです。だから、あ、今年もやりたいなって言って、九州、美味しかったって、みんながご飯美味しかったって言って、私のクライアントさんとかが、皆さん来てくれるので、美味しかったし、って言って、九州いいなって呟いたら、まあ、長崎ね、あの、在住の、 実業家でいらっしゃる知事は源太さんという方がですねぜひ来年のバースデーは長崎にって言われて, <laughs> って,言われて、まあ、長崎私も好きだったんで4回目くらいかな行くんですけどいいなと思ってじゃあ長崎にしようってもう1年前には長崎決定してました、うん、それで長崎にしたんですけどねじゃあ長崎どこにしようかなと思ったらやっぱり皆さんが喜ぶので、あのー、非常識なね空間と非常識な体験をしてもらいたいと思ったらやっぱチャペル演奏 やりたいなと思って同じシリーズのガーデンホテルさんにお願いすることにしましただから同じ見積もりとかどういう工程でやったかとかそういうのもね全部はいやりましたなのでまずはそれで会場を決めたのが長崎1年前には決まってたんですで今回私毎回ツアーのたびに新しいことをチャレンジすると決めているんですよ決めているんですが今回何にチャレンジしたかって もうね、終わった後、もうこれやんないって思ったんですけど、これわかりますかね二回転なんですよ。二回転。昼と夜。あの、もしかしてできるかなと思ったのと、やりたかったんですよ。これガラス張りのね、チャペルですごく綺麗なんですよ。昼は昼で、皆様の方のね。 素敵なこう海,海っていうか湾ですよ湾の向こうに見えるすごい広がる風景が山の上にあるホテルなんですごい見晴らしがいいんですよ。でそれを見るっていうのも気持ちいいじゃないですかガラス張りで夜は夜でこれあの当然ですけど夜景が向こう側に見えるバッグを背に吹くんですよ私は見えない <laughs> 私は見えないんだけどバッグに吹くんですよすごくないですかもう参加する人テンション上がるよね。 って思って2回転しようって決めたんですよ。ちこれで再生できるかな、ちらりと。こんな感じ。あ、先生。 こちらは私のね、サックスの先生で、二人いる、オンラインだけの先生と、まあ、リアルで来てくださる先生と二人いるんですが、まあ、もっち先生っていうね、先生でずっと一緒に、もう、サックス始めたいい。今回はね、初めて遠方も来てもらったんです。だから毎回チャレンジなんですよ。今までは飛行機使ったところに先生は呼んでなかったんです。今回、宮崎も来てねって言ってお願いし,したんです。 こんな感じでですね。ま良、あ、かったらね。あの見ていただければと思うんですが、まあ、これ昼のむです。で夜ですよ。夜めちゃくちゃ綺麗！めちゃくちゃ綺麗です。夜景が。ちょっと懐かしい。昭和の曲とか、まあ、そういうのも目にやったんですけど、あの夜景そうだな。アップにならないと。 そうですね、後ろの方に行くとこれが <music> すごくないですかあの噴水がね噴水がすごいすごいんですよ噴水がこれはチャペルが持っててあの会場の人がね 好きなように使っていいですよって言ってくれてうちのコンサルメンバーの一人大下香里さんっていうか彼女がこう風水師として曲のいい感じのところにビャッと上げてくれるっていうのをやってくれて本当にねなんか幻想的な世界観を演出することができてすごく良かったんですよすごく良かったんですけど私的には体力もう限界って感じでしためちゃめちゃ大変だったんですよ、まあ、こうやってね、まあ、最後の「ウーマン」とかもすごい想像通りに美しい。 感じだってこの先生にピアノ弾いてもらって生これも初,初めてねちゃんとそういういっぱいピアノも弾いてもらう中でやるっていうお願いをしてまあすごいしっとりとしたね感じでこれを終わって。 だからこの日って朝の6時くらいから夜の22時半ぐらいまであのホテルの中に泊まってはいるんですけど荷物とかをホテルの部屋に持ってきてでその後みんなとなんか喋ったりとかね漢字チームとやって1時とかそれ過ぎですよもうねすっごいねすっごいね体,体,体力使っためちゃめちゃ使ったでこの前ぐらいの時からあのずっと動いていて ツアーに行く前からですね、出張とかが多くて喉咳とくしゃみが止まらない状態でこのツアーやってるんで声がひどかったんですよ喋ってる時ちょっと今あんまりないからあれかもしれないですけどでそんな中で、まあ、やってったところでねこんな素敵なもう本当にこの雰囲気ですこの雰囲気なんですよで昼の部で会場受付チャペルライブしてご飯食べて。 でちょっとだけ休んで夜の部会場受付ご飯食べてっていうねこの工程いや分かってたんですけどね両方の絵が欲しかったっていうのもあって分かってたんですけど結構ね大変だったんですよそれであのチャレンジ何をチャレンジしたかって言われるとまず2回転やるって体力をセミナーライブで持たせられるのかっていうのをやったっていうのとあと最近音とかにもすごい あの、いろいろこだわりがあって、PA システムっていう、こんな大きい機械買ったんですよ。15万円ぐらいのやつ。で、それを現地に送っておいて、マイクつないで、こう、いい感じの音が出るようにっていうのをやったっていうのと、まあ、先生を呼んだ、宮崎に。なので、二人でやったライブの割には、まあ、聞いてる人には結構充実感はあったんじゃないでしょうかね。サックスの先生だけど、ピアノ弾いてもらってとか、やってましたからね。だから、ティアノの音色と、 それを楽しんでもらってってて朝ね早く起きて私衣装を着替えてあのメイクもしてっていう状態でリハーサルと前撮りの写真撮影とかやっていてでその後あのいろいろなんじゃかんじゃで会場受け付け始まったらライブっていう状態なんですけど今回あの湿度がねものすごく高かったんですよ。 えっと前2週間がずっと雨でこの日だけ晴れてまた翌日もちょっと天気崩れてちょい雨曇りみたいなで私、伝説があって自分がやるイベントって台風が来てても台風が消えたり進路がそれたり雨の予報でも晴れたりっていうのはすごくよくあって今回、も7月6日だけが晴れたんですねだからもうまさにこういう風景が写真として撮れてるんですけれどもそういう感じでやったから めちゃくちゃ湿度がすごいんですよ。何がどうすごいって、先生が持っていった紙の譜面、譜面というか紙の楽譜がですね、あの、しめしめのヨレヨレになっちゃう。夜までやってたら、ぐらい湿度が激しかったんです。そういう中で、冷房をガンガンに効かせる。でも、外は湿度高い。で、えー、日差しは暑いんですよ。こんな感じだから。めちゃくちゃ日差しは暑いのに冷房は効いていて。 でも湿度が高くてっていう体と楽器に両方にあの非常にこう環境が厳しい中でや,やってで、まあ、どういうことが起こったかっていうとやっぱり夏バテっぽいような症状が出ちゃって吐き気が <laughs> してきてですねそれもリハーサルぐらいまでまだどうにかなったんですけど本番の時に めちゃくちゃ気持ち悪くなってきて、私これ初めてなんですよ。本番でそんなに気持ち悪くなるなんて。あれ、初めてなんです。初めてですね、吹き始めて気持ち悪いどうしよう。どの曲で急に先生に変わって、控室に行って1曲ぐらい休んでても大丈夫かなって思いながら吹いたの初めてだったんですよ。だから、あのこの前半でね、まあそういう視点であまり見てほしくないんですけど、 あの普段ねこんなに間違えないんですよ、夫。だけど結構、んあと、チャペルの時って、譜面台を置きたくないので、目の前にドンって。だから、アンプなんですね、基本的に。で、それもあ,あるって、楽譜見れてないの、プラス、あのー、気持ち悪くって、神経がもう、 どう,しよう控室にったりっていうので飛んでて指よく間違えましたねあと湿気で指滑る <laughs> っていう過酷な環境をどれだけ平気な顔して頑張れるかを頑張ったのがこの前半です言われない限りには分からなかったって言ってる人が多かったです私はね結構戦ってましたよ平気に見えるようにどれだけ女優な感じができるのかだって ここから始まりますからね、ツアーがね。遠方から飛行機で来てくださっている方もたくさんいるし。あと、今回はもしかしてもうこういう機会難しいかもと思って、私の両親あ、両親というか私の母とうちの旦那と、あと旦那の両親、まあ義母、義父なんですけど、この4人も招待してるんですよ。で、2回転ですね、昼と夜。っていう、まあ親孝行の、まあ、意味合いもあったんで、 でちょっっとやっぱ倒れてらんないっていうのも <laughs> あって、まあ、なるべく楽しませるという意図において頑張って拭いたんですよでその後ねご飯も食べて、えー、プログラムでねご飯も食べてここでもちろん懇親会とかやってであの、まあ、またねポートレート撮ったりとかしてでちょっとだけ休んで部屋で,でまた夜の部ですね夜景っていうで夜景の最後写真も撮影して 現場撤収してっていう、まあそういう感じをやって、やったんですよ。まあ大力使いましたね。はい。前半のとにかく半分、曲の半分ぐらいまで気持ち悪かったです。その後どうにか持ち直して。夜の方は もう疲れてるんだけどなんかもうねトランス状態ですねもう天と私つながってますみたいな感じで <laughs> なんかそのエネルギーをもらって私がそのまま楽器になってるような気分でそれをただ天の声を吹いてますみたいな雰囲気になるぐらいちょっとトランス状態に近かったです <laughs> あまりにも疲れすぎててでも自分でも動画聞いたんですけど あの、私のもう一人のね、サックスの先生にも、史上最高の出来、一番良かったって言われました。私的にはかなり疲れてて、大丈夫だったかなと思ったんですけど、でもそういうふうに言われてよく聞いてみると、音も確かに良かったんですよ。教会っていうのもあって、すごく音が響くっていうのもあるんですけれども、疲れてると逆に脱力するので、その緊張感もなく、 ふわーっとした優しい音で響く音がちゃんと出るっていうのが脱力の状態で本当はこれがねいいんですよサックス吹く時に。でその状態が着せずして作れたっていうところでもまた私の演奏も一段上に上がったっていうのを行うことができてまああの三大ツアーの初回、まあ、そんな感じで体調不良 暑さと戦いながら、でも皆さんにね、満足してもらって帰っていただいたっていう、まあ、そういう内容だったんです。なので、あの、まあ、今回のね、サブタイトルで、いつでもどこでも最高のパフォーマンスをっていうのは、あどんな環境になるかってわからないんですよね。皆さんが何かいろいろとチャレンジする上で、困難とか当然あったりとか、 予想外のアクシデントとか、まあ、私も大体アクシデントありますよいろいろと、まあ、今回の場合には暑かった湿気すごかった体調きつい体調管理きついっていうのもあったし去年で言えばコロナになっちゃったとかね天変地異災害系って自分ではどうしようもないじゃないですか大事なのはもうそこでどういうふうに振る舞うかを決めておくことですね で私が前回の12月のコロナになった時も決めてたのが私が一番損するプランを組めばいいって思ったんですよだからあの来てくれるって言った人はもう私がいないっていうだけで商品として欠けてるということになるので自宅からいくらパフォーマンスしようと思うんですよなので全額返金っていうことであのやって楽しんでくださいねでなんなら、えー、っとそのはいお金ね あの、返金しなくていいよと言ってくれた人に関しては、今年は無料招待ということで、お金をシフトしたんです。去年から今年にかけて。っていうふうにね、やったのが横浜だったんですよ。だから、あの、普通なら中止です。はい。でも、もう3日前のレベルで中止するのも大変だったっていうのもあるのと、まあ皆さんも予定組んでくださってたし、楽しんでくださっていたから、であれば、 もう開催してしまおうっていうことでやった、まあブログもね、まあこんな感じで、紙会保存版ということで、やり方ではなくあり方を伝えるっていうことをね、あの、テーマにやったのが12月のツアーだったんですよ。で今年は、あの、暑さとチャペルのこの直射日光が 冷房がガンガンに効いてるのに暑くってで湿気がすごいっていうすごいなんか不思議な環境で体調がだだ崩れでしたけど崩れてない風な風体を装いながら一日頑張りましたなのであの人っていろんなね環境と状況があるんですけれども私が決めてるのはとにかく来た人には満足して帰ってもらうことっていうことだけはもうぶらさずやるっていう感じ。 を決めているので、もちろんそれは私一人では成し得ることではありません。あのー、私のね、このツアーを支えてくれているマジックアワーツアーの主幹幹事の大下香織さんと、えー、副幹事の椿留美子さんがまず支えてくれていて、で、あとコンサル養成講座、まあコンサルタント、認定コンサルタントのね、メンバーのみんなも東京から駆けつけてくれて、高橋京子さんとか、川田若葉さんとか、あと大阪の方からね、三村海代さんとか。 あのー、メンバーがそれぞれにこう頑張ってくれていろいろと動いてくれたからできてるっていうこともありますなのでもちろん私一人でできてることではないしあとまあなんといってもその今回の,そのボリューム感あるような内容を頑張っていくためには、まあ、先生の、あのー、協力がないとね先生の協力がないと無理なんですよ。 でそれがあの「倉持先生」って言って私がもう3年半お世話になっている先生がいてっていうことでその皆さんのご協力があってやっと一つのものができているのでやっぱり、まあ、そこはねあのやっぱりみんなで協力してるからできてることだよねっていうのはすごくあの感じているものがありますね。はい、だから感謝もするしなんかね毎回やることにどんどん一体感が増していって。 なんかお祭り騒ぎ的に面白い <laughs> 佐藤先生にもいっぱいお世話になって写真もいっぱい撮ってもらってで、あのー、動画もね本当はカメラマンフォトグラファーなんですよ最近なんかもう2人呼ぶの大変っていう時にはあのー、動画までねお願いしちゃって動画も仕上げてくださってるんですけど、はい、なのでそういった面でもねすごく。 私、皆さんと一緒にできて楽しいし恵まれてるし、参加してくださった方にも記念と思い出になるようなね、あの、内容になったんじゃないのかなっていうふうに、あの、すごくね、思っています。なので、あの、この、特に長崎を通じて、まあ何が一番テーマだったかなと思うと、自分が準備の段階でチャレンジはいっぱいするんです。するんだけれども、 当日いろんな状況によってそれが厳しくなる天候のせいなのか体調のせいなのかっていうのがあったとしてもできる精一杯のパフォーマンスをきちんとやりこなすっていうやっぱここはねもう諦めない意志の強さですねはいあのこれ気持ち悪いっつって言って諦めたらねそこで終わりますからねなんとかどうにかならないかって言って <laughs> 吹き方変えたりとかですね いいろろ工夫してみたんですよ、うん、なので、それでやりこなすことができてよかったなっていうのを感じたのと、あとは何回私のライブに来てもらえるかわからないけど、年が年なのでねあの、私の母と旦那の両親ですね、その3人を、まあ、遠方の長崎まで飛行機を飛ばしてちゃんと来てもらえるような状況を作れたっていうのは、あのすごくよかったなと思っているし、 私の一つのテーマの中に後悔しない人生を送るっていうのがテーマであってですね自分自身が後悔しないっていうことはもちろん第一番ですだからやりきると思っていろんなことをやってるんですけどそれに加えてあとはあの両親へこれをすればよかったあれをすればよかったっていうことがないように思い立って可能な限りはうん旅行に行こうって思ったら連れていく 行きたいと言われれたたら連れて行く行きたいって言ってくれてるうちが花ですからねあの足がやっぱりもう歩けませんって言うと旅行とかもかなわなくなっちゃうので、ね、そういう年にここを数年はしていこうとうう決めていて、まあ、その中の、ね、どこかで私が予期しない状態でもしや突然の別れが来ることもあるかもしれないんだけれどもその時にあれをすればよかったこれをしてあげればよかったっていう後悔はしたくないので。 今できる限り精一杯あのやれることをやっていこうというふうに決めてそれが一つ実現できたというのがあのこの2023年の7月6日にとても大きい意義があることでしたまず有言実行という意味では出版をするでそれは日付は誕生日に出版というちゃんと奥付けにあの7月6日って入ってます。私,は私、ね、本の一番これのの本番後ろろところに、 えっと、2023年7月6日、ここですね。第1釣り発行っていうことで書いてありますので、それをやりました。これ2つ叶えてますよね。で、3つ目は、もちろん新しいことにチャレンジしたっていうことで、PA システムを購入し、それを送っておいて、で、新しいサックスを買い、そのサックスでも演奏し、そして両親を呼び、えー、音楽、 まあ、あとご飯もねあと長崎っていう場所も楽しんでもらうことができたっていうこと一応ミッションとして抱えた目標は全部クリアしたっていうことができたのが長崎でしたなので、あのー、皆さんもね、まあ、自分が何かある日付に向かって頑張っていくっていうことはあってそこにアクシデントがあったりっていうこともあると思うんですけれどもその時に、まあ、できる精一杯はやっぱりやるって決めてやりきるっていうことが最後の それこそ1分で諦めるか諦めないかとか、もう一声いけるかいけないかで諦めるか諦めないかは、すごい大きいことだなぁと思っているので、そこは諦めないでね、挑戦してみるっていうチャレンジャブルな精神があるといいよねって思ってるのが一つ目と、あともう一つは両親ですね。あの よく聞きます突然に急性された方の、ね、お話とか伺っているとあの時こうすればよかったっていう声をこの年になると友人知人知からいいっぱい聞くんですよでやっぱり私はそれはしたくないなと思って、あのー、楽しみきってもらってあちらの世界に行ってもらったというふうに自分も納得し母,母とか、ね、両親とかも納得してもらえるようにやっぱり日々やっていきたいなと思ってるし。 あの可能な限りりねやっっぱり元気でいて欲しいいててしと思っています、ね、寝たきりになってしまうと連れていくこともできないので,でそのための心の活力を与えるために楽しいねその行事3ヶ月前から言ったりすること多いんですけどそうするとその日を目指してハリが出て楽しみ指折り数えてるみたいな感じでそういうのって必要だなって思ったんでそれも与え続けようっていうに思いました。 なので、まあ、まとめると「ですねあのマジックアワー 2023in 長崎」に関しては私自身の挑戦の戦いでもあるし当日のアクシデント体調のアクシデントとかもどうやって乗り越えるかっていう、まあ、パフォーマーとしての技量も試された時でもあったしあとは両親への、ね、親孝行っていうのも全部丸,っと丸ごとできたっていうことが非常にやりきった感のある <laughs> いいツアーだったんじゃないのかなと思って。 はい、その報告を動画でお伝えしてみました。はい、あのよかったらね、また皆さん、えー、とこのパワーを、ね、浴びてみたいという方は、マジックアワー2023、あのー、まだ、えー、と神戸の方はね、空いてますので、ぜひ来ていただければというふうに思っております。はい、以上になりますそれでは